ヤフーは中国から完全に撤退したことを発表しました。中国から撤退した有名企業はヤフーが初めてではありません。ある専門家はこれが最後のケースではないだろうと言っています。ヤフーは11月1日、中国でまだ残っていたオンラインサービスをすべて停止しました。広報担当者は中国のビジネス環境と法的環境がますます厳しくなっていることが理由だと述べています。 同日、中国では個人情報保護法が施行されました。中国では、ヤフーやリンクトインのような企業が存在感を維持することは非常に難しくなっています。彼らのビジネスモデルは、データプロバイダー、ニュースプロバイダー、ユーザーからの情報の流れに依存しているからです。リンクトインも最近、ビジネス環境の著しい悪化とコンプライアンス要件の厳格化に直面したため。 中国での事業を停止することを決定しました。雑誌ジャーナルオブポリティカルリスクの発行人アンダースコア氏によると、中共当局はつい最近同社に対し、中国版ウェブサイトから特定の人々を削除するよう要求したといいます。 これらの企業においては、純粋に企業利益の観点から見て、中国でこれ以上事業を継続することは現実的ではありません。特に自社のコンテンツを不適切に検閲したことで巨額の罰金を課されることになれば、なおさらです。そのため、西側諸国とのデカップリングが進む可能性が非常に高いとコワー氏は述べています。中共当局は、ハイテク企業への締め付けで数兆ドルの損失を出した後、 今度はゲームの規制を強化しました。現在、エピックゲームズ社は、オンラインゲーム、中国版、フォートナイトのサービスを終了するとしています。経済への共産主義的アプローチ、つまり計画経済のアプローチがうまくいかないことは、歴史上幾度も証明されています。彼らは資本を追い出し、生産プロセスの効率を低下させるのです。 コワ氏は中共政権が閉鎖経済を望んでいるとは思わないが、中国の指導者たちは実現可能な範囲を超えて経済をコントロールしようとしているため、閉鎖経済の方向に向かっていると述べています。NTD ジャパンがお伝えしました。